よし、絶好調だね。本当ね、今デレデレの続きに、あれ消えちゃった。警察から電話来た。もしもーし。はい。はいはい。あ、乃木さんです。すいません。はい。それで、ちょっとお伺いしたことがあってご連絡したんですが、はい。まあ、おとといの日とか、昨日の日って、インターホンで鳴らされてますかね？インターホンではなくて、はい。なんか、玄関の前で、玄関の前ですね。はい。玄関の前で、ピンポンとかは鳴らしてないんですけど、はい。なんか、自分が YouTube やってたんですよ。はいはい。配信してて見てたみたいで、はい。なんか、玄関のところに、はい。それなんか、振ったコーラ、はいはいはい、隣がファミリーマートなんですけど、はい、あ、自分家の隣で買ったファミリーマート、自分家の隣のファミリーマートで買ったコーラを、はい、なんかすごい振って、はい、あ、何本か買って、それを振って、はい、なんか自分家の、前に置いて、で、なんか出てこいやとか言って、出てこいやって。動画で配信されてますか？ちょっと私、あ、そうです、そうです。その方の大沢刑事の餃子キットっていう YouTube を見て、なんか、自分が発信したら教えてくれて、はい、自分の、視聴者の方が、はい。はい、それでなんか、大沢礼氏が恵子さん家向かってますよとか言って、はい、突するとか言って、言ってますとか言って、教えてくれたんですよね。何人かが。はい、それで、なんか見たら、本当に来てて、で、はい。で、はい。いや、自分ちは一軒家ですね。はい。はい、借家なんですけど、はい。はい、はい。ないですね。はい、隣の公園ですね。防災公園。防災公園ですね。はい。はい。だからなんか昨日も。そのことを言ってだから、なんか、おちょくられるのも、おちょくられる理由があるだろうとか言って、だから、そうですね、そういう発言をしてるんですよね。はい。はい、それで3人で来て、なんか、はい、なんかずっと、3人で来て、なんかずっとなんか、ね、なんか、ね、狙ってる、やってやるからよ、みたいな、なんかそういう感じなんですよね。はいはい。もうファミリー、何ですかね、ファミリーマートがあって、横断歩道を渡ったらその防災公園なんですよ。はい。ちょっと、私、小山さんとお話しが初めてなんで、はい。ご住所って、大田区東小路屋。東小路屋の業務用とこで。あ、そうです。はい。あ、すいません。はい。あ、よろしくお願いします。はい、はい、はい、すいません、失礼します。乃木さんね、乃木刑事。さっき野上刑事でした。